このチーム自身もそこを真ん中のアンチ内に入っていけばなんとかなりそうな感じではあるんですが、一旦クリプトのドローンを回して、これはもう邪魔になるだろうという判断をして攻めます。左側にもパーティーがいるので左から回るのはかなり危険な動きではあるが、まず一人 EMP リブート、後ろから来た。さあネルギガンテアーマースワップ、生き残ってはいる。ただこれはもうすでに後ろに狩りに来てます。完結チーム後ろを狩り切って先ほど言ったポジションに入っていく形となると、次注目なのはここ真っ赤な戦い。どうも完璧、アッシュと、これはアッシュのウルトが完全に刺さったっすね。ドーム耐えて一気に下を殲滅してポジションを奪っていきました。さあ1、2、3、ヘッドショット1、素晴らしい頭、3点ウィングマン。そしてセルトバッテリーはワットソンのパイロンを使いながら節約していく。これはもう安全なポジションがここだという風にしてカバーをせず一旦ポジショニング、ただそれを許すかどうかというのがこっちのチームですよね。さあ一気に詰めていく、一気に詰めていくぞ。これバルキリーのウルトで飛ぶこと考えてますね。今上向いたのもバルのウルトかジブのウルトかを見るためだと思うんですが、さあ耐久、いやーどのチームもえぐい。まずはこれランドスライドチーム下で落ちきって、上残っているのが完結戦チーム、まだ2人ソロで生き残っているんですが、ここでバボー&バボー、後ろにジブラルタルがいるのに気づいてない。これはクリプトの EMP で全て破壊して、ドーム中3枚生き残っていない。1対3対1かな、残ってるのは橘ひなの1人倒してアーマースワップ。空に浮いてるバルキリーとブラハ、この2名です。 1v2、 ただ1人溶岩で燃えて 1v1、 ブラハうおー取り切ったのは完結、最後 1v3 クラッチ橘ひなの決め切りました。これは素晴らしい 1v3 クラッチ。